12式誘導弾改めで、様々な装備品に搭載可能となり得る。今回は、政府が、次期潜水艦への長距離巡航ミサイル実装との発表を詳しく見ていきますね。2021年12月30日、日本の大手新聞社の一角である読売新聞紙上で、海上自衛隊の潜水艦が、今後、対地攻撃用の巡航ミサイルを実装する検討を開始したと報じられ、かつ、それは、VLS 方式である可能性も示唆されている。VLS とは、ご存知の通り、海上自衛隊の護衛艦等の水上戦闘艦も搭載している。ミサイルの垂直発射装置のことであり、潜水艦であれば、主として、世界各国の戦略型原子力潜水艦が、背面に装備していることで、よく知られている。ただし、それらの戦略型原子力潜水艦は、核弾頭を搭載することも、可能な潜水艦発射型弾道弾を運用する艦艇であり、今回、海上自衛隊が検討を開始したのは、攻撃型潜水艦に、兵装としての対地攻撃能力の付与を目的としたものだ。アメリカ海軍で言えば、最新型の攻撃型原子力潜水艦のバージニア級は、背面に12機の VLS を装備しており、そこから対地攻撃用に長射程なトマホーク巡航ミサイルを運用可能な仕様であり高い対地攻撃能力を確保している。バージニア級は、水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートルにも達する大型の攻撃型原子力潜水艦で、あり VLS も12機と多数を搭載しているが、これに比べて海上自衛隊の潜水艦ははるかに小型である。例えば、海上自衛隊の最新鋭潜水艦の対外型であっても、水上排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルに過ぎず、通常動力型潜水艦としては、世界最大級とはいえ、VLS を搭載する場合でも、数は限定的だと思われる。そういった意味では、韓国のトサンアンチャンホ級が、水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルの艦隊の背面に、6機の VLS を一応搭載しているので、これに近い形になるのかもしれない。アメリカのバージニア級や、韓国のトサンアンチャンホ級が、VLS を搭載しているのは、無論、対地攻撃能力を高めるためであるが、トマホーク巡航ミサイル等の兵装は、通常の 533mm の魚雷発射管からの運用も可能である。ただし、これらの攻撃型潜水艦に与えられた任務の幅は広く、したがって、533mm 魚雷発射管から運用される対艦攻撃用の魚雷や、巡航ミサイルの搭載数量や、それらを用いた戦闘への即時対応を確保する目的で独立した VLS が採用されている。日本の場合、今回報じられた対地攻撃用の巡航ミサイルとしては、現在、陸上自衛隊に配備されている国産の1に敷地対艦誘導弾の能力向上型が充当されることとなるが、これも VLS と魚雷発射管の双方で使用可能となる見込みのようだ。そのため、必ずしも現状では保有していない VLS 搭載の潜水艦を新規で建造せずとも、既存の潜水艦も含めて 533mm の魚雷発射管からの運用も考えられ、難易度の高い水中発射型、コールドローンチ方式の採用とはならない、可能性もあるだろう。そういえば、以前に、北朝鮮が、潜水艦発射型の弾道ミサイルを開発中だと匂わせた際にも、そもそも、北朝鮮の技術力では、難易度の高い水中発射型、コールドローンチ方式の実用化には、疑義が呈されたことも、記憶に新しい。現在、陸上自衛隊が配備している人に、敷地対艦誘導弾は、およそ 200km 弱の最大射程距離を持つとみられ、
中国海軍艦艇の接近阻止を機として、南西諸島への展開が拡充されているが、能力向上型では、飛躍的な射程距離延伸が進められている。この人に、敷地対艦誘導弾の能力向上型は、2021年度から2025年度にかけて、総額400億円弱の開発予算が投じられており、計画によれば、その射程距離は、第1段階で 900km、次に 1500km が目標とされている。まずは、この人に、敷地対艦誘導弾能力向上型がリリースされない限り、VLS は、元より、533mm 雷発射管での運用も絵に描いた餅なわけだが、こうした長距離の対地攻撃能力を自衛隊が獲得する可能性を示すことが、中国への牽制の第一歩となるだろう。しかし、個人的には、戦後日本の自衛隊や、その防衛政策のあり方が、今回の人に、敷地対艦誘導弾能力向上型を潜水艦に搭載し、長距離対地攻撃能力を獲得するという、ニュースもしかり、非常に変化してきているように思える。これは、ヘリコプター用搭載型の護衛艦、出雲、や、加賀、が、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした航空母艦化改修に至った際にも感じたが、以前であれば、専守防衛の自衛隊の理念に馴染まないと、却下されたであろう内容だ。とは言っても、日本国憲法が変更されたわけではなく、こちらでは、戦後今に至るまで、攻撃的な兵器を日本が保有することは、禁じられている点は同様であり、ひとえに、攻撃的兵器とは、何かという定義、範疇の解釈の問題となっている。日本政府の見解としては、日本国憲法第9条に、抵触する攻撃的兵器とは、具体的には、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦であるとの従来の解釈を変更しておらず、その意味においては、方針の転換とまでは言えない。こうした大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦の3つが、攻撃的兵器に該当するとされる理由は、敵国の領土に届く射程距離を持ち、その破壊目的のみに特化した大量破壊兵器だと、日本政府は、公には説明している。日本政府の立場としては、従来と変わらぬ、こうした見解を表向き維持しなければならないと、苦慮している姿勢が伺えるが、純粋に軍事兵器として見れば、大陸間弾道弾はともかく、長距離戦略爆撃機や攻撃型の航空母艦は、現在では曖昧だろう。近年は、戦闘機に、長距離攻撃用の兵装を施せば、かつての長距離戦略爆撃機に比する能力を持たせることも可能であり、航空母艦も、艦載機の数からすれば、確かに、出雲、や、加賀、は少ないかもしれないが、それだけで、攻撃的ではないとは言い切れない。それらもまた、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の兵装によって、長距離の攻撃能力を付与することは、でき得るからであり、太平洋戦争後に制定された、日本国憲法の記述そのものが、近代の兵器の変質に対応していないことは明白だ。日本国憲法第9条を絶対に堅持すべきだと唱える、一見平和主義者のように振る舞う勢力は、近年の中国の軍事力の脅威の増大が、実は、アメリカと旧ソ連、その後のロシアとの間で、軍縮が進められたことが、及ぼした悪影響を実感していない。これは、アメリカと旧ソ連、ロシアが、従来の軍拡競争を抑制しようと、この二国間で見れば、平和的な軍縮条約、INF、中距離核戦力全廃条約を締結したものの、これに縛られない中国に、その分野の兵器の配備を加速させる結果をもたらした。INF、中距離核戦力全廃条約は、射程距離が、500から500km までの地上発射形式の中距離ミサイルを、
核、通常弾頭ともに保有を禁じたものだったが、逆に、中国のみが、その種の兵器を独占的に保有する状況を生み出すことにつながったのだ。アメリカは、前トランプ政権時に、INF、中距離核戦力全廃条約を破棄し、現バイデン政権も、その路線を踏襲しているが、アメリカが誇る大型原子力航空母艦の空母打撃群は、かつてのように、容易に中国に接近することは、難しくなったままである。